パリ五輪切符をかけた北朝鮮とのアジア最終予選、第2戦、28日18時30分、国立競技場、お二日後に控え、サウジアラビアでの第一戦から帰国したばかりの日本女子代表、なでしこジャパンが、寒風の吹きすさぶ千葉県内でトレーニングを再開。第一戦に途中出場し、躍動感のあるプレーで好リズムを生み出した谷川桃子、ローゼンゴードは第一戦、0から0について聞かれ、ポジティブに捉えている。次の試合では0-0からなのでメンタル的にも緊張せず入れるんじゃないかなと思います、と気負いのない表情で答えた。写真、ぽっちゃり、を超えた、ネイマールの激変した姿中立地のサウジアラビアでの第一戦は、日本が走り負けや当たり負けをした印象で、特に後半はシンプルな攻撃に通した相手に対してピンチになる場面がいくつかあった。谷川がピッチに立ったのは押し込まれていた後半24分。熊谷咲と交代でアンカーの位置に入ると、的確なボールさばきや前を向くパワーを見せ、日本に良い流れを作っていった。ただし、本人の評価は、前回の試合では簡単なミスが多くてうまくリズムを作れなかった、という厳しいもの。それでも第一戦から中3課で迎えるホームでの第二戦に向けては、たくさんボールを受けて得点の一個手前のところに絡めるようなパスを配球できるようにしたいと思います。と勝利へのイメージは明確だ。第一戦前のミーティングではキャプテンの熊谷から、五輪出場の重み、を聞かされた。日本女子は2011年女子 W 杯で優勝し、翌2012年のロンドン五輪では銀メダル。なでしこブームが起きた。ところが2016年リオデジャネイロ五輪は最終予選で敗退。ブームはあっという間に去り、国内リーグの観客数も激減した。リオの予選で負けてしまって、観客数や女子サッカーの発展の中では低下した部分もあった。出場を逃すと、大きな世界大会に出られないという屈辱もある。あの時の女子サッカーの状況は自分も理解できている。この切符、パリ五輪出場権の重みというのをしっかり知ることができたので、しっかりパリへの切符を取れるように強い気持ちを持って挑みたいと思います。谷川、舞台となる国立競技場でプレーすれば自身にとって初の経験となる。あの大きなスタジアムでできることは光栄。たくさんのサポーターの皆さんも来てくれると思うので、しっかり期待に応えられるようなプレーをしたいと思います。と意気込んだ。